ワイテー、ちょ、俺こっち向いとこ。ワイテーのみんなは多分こんな感じの方がいいと思うけど、お前らも適当でいいんじゃない？やった、やった。しっかりやろう、しっかりやろうぞ。しっかりやろうぞ、俺ら。ここ、しっかりやるぞ。正直の前。せっ。マインクラフト人狼ルール説明。このゲームは村人チームと人狼チームに分かれて戦うゲームです。役職はラウンドごとにランダムに振り分けられます。各チームはそれぞれの勝利条件を目指しリアルタイムで戦います。人狼と村人以外にも良子といった特殊な役職も存在します。それぞれの役職の特徴や勝利条件はこのようになっています。そして動画に登場する主なアイテムの効果がこちらです。あ、俺ら後ろ見たんだ。いやもう、ま、前に来た。どこカメラ、カメラどこ、カメラどこなんすこれ。基準が出る。じゃあ行くよ。股間痛い。みんなで人狼したくない？は、いや、わかんない、わかんない、わかんない。ということでね、今日はみんなでね、夏休みの人狼コラボやっちゃおうと思います。よろしくお願いします。ということでね、今日はいっぱいね、みんなに来てもらいました。まずはね、ワイテルズのみんなから4人来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイイエーイイエーイ。そしてヤスさんも来てくれました。違う違う、あれ、え、何ですか、限界メンバーっすよ、俺今日は。え、イエーイイエーイイエーイ、楽しい。じゃあしょぼすけさんやっぱ1人なんだ。じゃあ僕は、そうです、じゃあ僕は僕は頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうしようかな、ちょっとシンパシーを感じたアロエさんについてこう。迎え行きます、今。お、マジっすか。はい、でも俺になんかいらないのついてるんですよね、今。いらないの、どういうこと。いらないの。ちょ、なんか、あ、アロエです。全然違う、全然違う。やっとした、ここでマッチアップとした。やば、今の小生意気な声は、小生意気な声。いや、喋るためにイラッとしたわ、やばい。それでかわいそう。喋るためにこれメンタル持ったのタラコさん。いや、全然大丈夫ですよ。慣れてる。あ、大丈夫そうだ。慣れてるんで、もう限界の中で。よしよし、あ、ここすごいいいな、落ち着く。いいっすね、お、いいすげえ、あ、なんかよっしゃ。じゃあみんな準備できましたか。こっちを見てる、あ、いっちゃった。はい、始めたいと思います。第一戦、はい、いきます。はい、スタート。ああ、結局あれか、戻されちゃったの。結局戻した意味なく、うん、それ、本当にそれ。何待ちだったんですか、さっき。頑張って選んだのよ。いや、TCT の仕様分かって、 TCT の仕様をちゃんと。あ、ちなみに船の中にね、牢屋が1個あるんで、怪しい人はそこに入れるっていうのができるんで、はい、じゃあしょぼすけさんお願いします。はい、やめてください。一回行きますか。入ってこ、俺入ってこはちょっと多分怪しいと思う。あれ、アロエさんどこ、アロエさん入っとけ、最初からいますよ。入ってこ、あ、ここに、ここに。いや、絶対ヤスさん人狼でしょ。うわっ、あっ、探偵です。なるほど、村人っすよ。村人です。うらぁ、村人っすね。しょぼすけさん、しょぼすけさんが、村人っすね。どこいるんですか。あ、村人の帽子かぶりましょう、ヤスさん。探偵です。そうだ、僕は船にいます。アロエさんわかんないんだな、これ、ね、かぶってんのかぶってないのか。緑だからな、もう。わかりやすいように俺赤つけときます。え、探偵も霊媒も1。やばいね。確定じゃない、殺そうかな。アロエさん人狼です。いや、違う違う、いや、ウエソン人狼です。これは占ってもらうしかないぜ、これは。いや、あ、いいっすよ、全然。さあ、占い、占い結果お願いしていいですか。占い、じゃあ占い結果は、占い者オスケさんだっけ。僕です。ヤスさん白です。あ、ヤスさん、おー、ってことで、アロエさんからも。ヤスさん、僕は当然じゃないですか。守ります、俺が、俺が守ります。マジですか、本当に信じますよ、僕は。本当に任せてください。ヤスさん、まあ多分今回使ってないんで、狂信者の役職の帽子をかぶっといてください。え、牢屋入りたいけど、牢屋がある。あ、この灰色っすね、灰色の灰色。奥にあった、あったよ。いいっすね、奥。なるほど、もう死んじゃー、白角の証だ。あんまりわかんないけど。いいな、白角欲しい。アロエさん、僕らここでこれか、これか、陰キャしてもいい。そうっすよ、そうっすよ、もう俺たちが残れば勝ちっすよ、もう。そう、僕ら用のベッドもしっかりあるんで。坂本さん、どうぞ。坂本さん、どうぞ。なんで僕ダブルベッド。どうぞどうぞどうぞ。ダブルベッドが
もう用意されてますね、俺らのためのこれ。ちょっとないかな。暑い夜は過ごせなさそうですね。そうですね、狭いんだ。もう全体的になんか怪しいことをしてる人はまだいないと思うんだよね。いないですね。まだいない。そうですね。これ下もあるよ、さらに。船探索してる。動いてるな。ちょ、金時来ないんだ。なんで金時さんが追いかけてくるんですけど。金ちゃん追いかけてない。追いかけてない。あ、追いかけてくる、ほら。え、その辺の2人が人狼っぽいんじゃないの？金時が金。金時がいた。金時が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 金本当かこれ。本当ですか。霊媒の人来てくれたら船にしてやりますよ。牢屋。ただじゃあここで霊媒しよう。霊媒です。了解。なるほど。潜伏してたんだね。この甘い気霊媒です。あ、タラコさんこっちです。真の占い結果的なやつは。どこですか。ちょぼっさん死んでるとこってどこですか。見に行きます。なんとあの暴力のために弓買っちゃったんで。あ、どこ。次になります。見に行きますか。え、シャーク今パッと出てこない。行きません。行きませんか。行きますよ。こっちこっちこっち。あ、そうか、まかり方にこれ消えんのか。そうなんだ。お、とりあえず投票っすね、そろそろ。霊媒が死体確認すれば。あ、確認しました。はい。ちょぼすけさん、狂人でした。あー、なるほど。なるほど。でもこれはじゃあ、占い師確定。ここ、あ、でも俺は確定もやってないけど、まあ、じゃあ、やっさん帽子脱いでくださいよ、それ。嘘。確かに確かに騙された。誰の許可取ってかぶってるんですか。アロエさん。おい。アロエさん。許可出してるもん。ヤスさんは絶対白だと思うな。どうしよう。ずっと俺と言っていたけど何も知らなかったから。どうしようから。俺はもう白い硬い。ってことはこれどっちが。今のところじゃ白角はタラコさん、ボーグチソさんから。そうですね。この二人以外がグレーですね今。じゃあアロエに投票します。はい。アロエさん、え、で、あ、アロエさんですか。ヤスさん、ヤスさん、黙って俺これ。これ、本当に。アロエさん。ごめんなさい。捨てた捨てた。仕方なかったんだこれは。グチツボさんに押されたんで、ちょっと。ヤスさん、強引な男にはちょっと無理でした僕はもう。じゃあねアロエ。やば。本当に損するからねみんな。僕の目の前にアロエさんいます。もらってくぜ。僕の目の前にアロエさんが悲しい目をしてる。どんな気持ちですかアロエさん。10秒後に亡くなりますよ。よし。これわかりますか。それって。人狼。え、もう人狼じゃなかった。え、あの時計持ってました今。どこだ？あ、え？時計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 コンパスじゃん、時計コンパス？使ったら切り替え、あ、コンパス？時計っす、時計。ここ、ここ。え？お、人狼だ！えぇー！すごい！あれ？え？当てちゃった。当てちゃったね。え、じゃあ、これ、巨人も死んでるし、人狼だけ。シャーク君は？シャーク君生きてる。いるいるいる。なんでカミングアウトしてくれたんだろう？なんでカミングアウトしてくれたんだろう？わかんない。最後に、ヤスさんだけ捨てたかった。あー、そういうことか。ごめん、アロエさん。じゃあ、ちょっと占いました。はい。はい。金時さんは白です。あざーっと。あー、なるほど。そうなんですよ。なるほど。陽気なんで。シャー君、シャー君が。ただの多動症だったのか。ただの、ちょっと、動きたい。多動症。これで、あ、いや。ちょっとタラコさんとグチソさんに近づく人怪しいっすよ。おっ、俺やったっけ。おめえか。おめえか。シャークシャークシャーク。あ、なんか戦ってた。あって、シャーク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 、この家の中、家の中、家の中、あれ、あ、外だ。います、外います。あ、だ、誰だ、誰だ。あー、やばいだろ、あそこの俺の刺すの。やべえ。正気質の探偵やらせんじゃねえ、マジで。やっぱ、持ってん、変なの持ってんだな、マジで。やるしかない、刺すの探偵。どんなツール使ってんの？まあ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 、軽くさ。いや、グッズボはあれだな。俺を釣れば誰も怒んないからな、絶対に。一番指定しやすかった。アロエさん、あれはグチツボさんにやれって言われたんで、僕は仕方なく。いや、いいっすよ、もうあれで。あ、いいっすか、もうあれで。お前、1戦目何も見どころなく俺終わっちまったから、どうかできて。僕に時計を
ボスケ、ショボスケ大丈夫、俺もだから。そうか、じゃあよかった、いいね。もうシャークンさんに申し訳ない、本当に。いや、まああれはもう救いようがないですよね。運が悪かった。もうボロ負けだったの。ほとんどの人何もしてないです。人の二人でマジで何もしてない。綺麗に一発の投票で人狼死んで、もう勝ちがない。1点目なんでね、悲しすぎる。